って本当にお返ししなくてはいけないキャリアになってまいりました。身を挺して喜んでいただけるように頑張りたいと思っています。ありがとうございます。陛下たちもぜひずっと健やかにご本部を担当なさってお祈りしております。日のみんなが応援しております。ありがとうございます。雅子様もリフレッシュの時にぜひありがとうございます。いただけると光栄です。ありがとうございます。またお目にかかれるよう頑張ります。楽しみでございました。加藤さんと加藤さん、入荷でお招きをいただきまして誠にありがとうございます。感謝しております。ありがとうございます。紹介は最近藤井聡太さんという若手が現れまして、大変盛り上がってて非常にいい子だと思ってます。はい、藤井さんは21歳で大変研究熱心で、それからでも藤井さんが活躍することによって周りの景色も研究するようになっていいことです。はい、加藤さんも大変本当に商会の発展のために大変ご尽力なさって、ありがとうございます。そうですね、そうですね、中学生の時にいわゆる棋士になりまして、で、77歳で現役を引退しました。国民のためにお働きいただいて感謝。できませんでした。ありがとうございます。今もいろいろと指導なさって、子供には教えてますし、子供にも教えてますし、今時々大学とか高校で講演もしております。将棋の話とか好きな音楽の話とか、時々動物の話もします。何がお好きなんですか？クラシックですか？猫ですね。